2018年7月22日仙台市、仙災復興記念館記念ホールにて、熊谷淳は日本のミュージシャン、作曲家。宮城県仙台市出身。ジャズのサックスプレイヤーである。ミュージックオフィスバップウィンドに所属。小学校でブラスバンドに入ったことをきっかけに音楽を始める。仙台高専ナトリキャンパス電気工学科卒業後、神戸に所在する。 公用音楽学院に入学する。在学中より演奏活動を開始する。2014年にアメリカバークリー音楽大学の入学オーディションにおいて2つの給付型奨学金を獲得し、同年9月より入学。在学中よりボストンレッドソックスのオーナー、ジョン・ヘンリーの指定に招かれて演奏をするなど、積極的にアメリカにて演奏活動を開始する。 2016年にアメリカバークリー音楽大学を卒業し、音楽学士を取得。2017年にアメリカニューイングランド音楽院の入学オーディションにおいて、給付型の奨学金を獲得し、修士課程に入学。在学中よりビバップの研究をはじめ、クラシックジャズの両面から研究をしている。同年より、地元仙台市にて、年2回、行政、テレビ局、 新聞社が講演となってジャズコンサートを開催しており、これまでの全講演前売り完売にて講演を行っている。また演奏活動以外にもサックスのリガチャーにおける特許を3件取得しており、サックス製品のプロデュースにも力を入れている。2019年5月にアメリカニューイングランド音楽院マスタープログラム終始家庭ジャズスタディーズかジャズサックスホーン選考を終了。 音楽収支を取得。2018年 B-BUP Express&B-O-P Castle 2017-2019年 B-BUP Express&B-O-P Castle Vol.2 2018-2019年入、ステージニューフニー、自身初のオリジナル楽曲による、アルバム2020年 B-BUP Express&B-O-P Castle Vol.3 2019-2020年 J、 B.O.P. オンラインエクスプレッション CD&DVD 自身初のオンラインコンサートによるライブ DVD&CD2020 年チャーリーパーカー生誕100周年記念アルバムバードヒストリー2020ありがとうございます